韓国のスターイ・スンギさんが来日、ファン500人が迎えました。今夜のゼロカルチャーはゼロイベントです。韓国の歌手で俳優のイ・スンギさんが来日、記者会見を行い日本でのデビュー曲を披露しました。おととい羽田空港、イ・スンギさんが来日、500人のファンが出迎えた。そして今日恵比寿でデビュー記者会見が行われ、150社の報道陣が集まった。皆さんこんにちは、イ・スンギです。イ・スンギさんは2004年17歳の時に現役高校生シンガーとして歌手デビュー。以来韓国の音楽賞を総なめにしてきた。이거먹고입닫아라。主演ドラマ華麗なる遺産は韓国で最高視聴率 47.1% を記録。さらに2008年から4年連続で CM 契約数ナンバーワンを獲得。韓国では国民の妹と呼ばれる女子フィギュアスケートのキム・ヨナ選手と並び、国民の弟として絶大な人気を誇っている。会見では日本でのデビュー曲を披露した。上手じゃないですけど日本語で話します。僕は外国から来た歌手ですけど、韓国の活動のように一生懸命頑張りますから、これからも応援してください。はい、ありがとうございました。